こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマは完全癖が強いとうつ病になりやすいです。完全癖っていうのは不完全っていうのを許さないっていうことですよね。ということは常に全力ということになります。これを車の運転に例えれば常に全力走行するっていうことです。カーブだとタイヤが鳴っているし、赤信号から青になった瞬間にホイールスピードしてガーッと走るっていう感じですね。でこれをずっと続けると当然ものすごく燃費が悪いし故障も多いですよね。人間でトラブルが起きるとなると、これは一つはうつ病になるということの可能性が上がるわけですよね。でこれを防ぐには時には全力で走る必要があるということはあるかもしれませんけども、そうではない時には緩い運転をするっていうことができるといいんですよね。生活の中でいつも完全を追い求めるわけではなくて、ほどほどのところも作っていけるようになるっていうふうになっていけばかなり楽になりますね。トラブルも少ないし疲れも少ない、当然うつ病リスクもぐんと下がるということになりますね。このような心の癖っていうところを見直していくっていうことが大事なテーマになってくるかなというふうに思います。このようなことをお知りになりたい方はカウンセラー高森で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。